日本の大学院まで出た中国人男性、今は一流の企業の中国支社で働いてるんだけど、この前その中国人が日本に出張でやってきた。で、中国どう？と聞いたら、日本の方がいいよと。なんで？と聞くと、中国人バカばっかり、本当に民度が低いんだよ、大人になってよくわかったと、ため息混じりに自虐的に本気で語ってた。どうも中国支社の中国人のやつらの扱いにいろいろと苦労してるらしい。旦那が近所で店開いてる中国人によく中国人ですかって聞かれてたな。今の日本の女は男と並んで歩くのに、あなたの奥さん後ろを歩いてるから旦那さん中国人だと思ったよ。中国人言われるの不快ですね。ごめんなさい。中国人の男みんな先に行くね。奥さんニコニコしてるから日本人わかります。だって私は迷子になりやすく、同行者の靴を見ながら歩く癖があるので、そこんとこ勘違いされたらしい。旦那は中華街出身で中国人嫌いだが、そのお店の中国人の人は優しい顔立ちで気遣いができる人だったので旦那も気に入ってた。日本人の自己主張の弱さはイラッとくる時もあるが、根底にある優しさがわかるようになってから、今までの自分に嫌気がさして人の気持ちになることを覚えたらしい。そういう人もいるんだなと思った。中国人なのに中国人だからって考え方やめようと思った。半年ほど前、同僚たちと大阪の鍋料理のお店に行った時のこと。そこでは店員さんが調理してくれるんだが、その店員さんが外見からすると中国人っぽそうだった。日本語の発音は注意しなければ気にならないほど普通にしゃべり、肉を一枚一枚取って鍋に広げるなど、長い菜箸を普通に扱ってた。さらに驚いたのが、お椀に煮えた具を盛る時の箸使い。椀物での箸の使い方は、1、椀を両手で取って左手で持つ。2、右手で箸を上から取り、箸先を左手の小指かける。3、右手で箸を下から持ち直して食べる。4、食べ終わった場合はこの逆順。これを完璧にやっていた。一方の我々の中には、この扱い方を知らない人もいた。お店の人がテーブルマナーを教えたのだろうけれど、本人も頑張ったんだろうなと一人和んでました。